台湾のアイドルが長崎県の島壱岐の魅力を発信するプロジェクトに参加しています。壱岐の海岸でカメラに向かってポーズをとっているのは台湾のアイドルグループキャンディースターのメンバースミノさんとアオイさんです。壱岐の魅力を台湾に伝えるため漫画のキャラクターをイメージしたコスチュームで撮影に臨んでいます。二人はコスプレイヤーなんです。这边的牛肉很好吃，然后风景也很棒，有山也有海，那就很适合来这边拍照。このプロジェクトは壱岐市が企画しました。壱岐は日本のコスプレイヤーから撮影地として人気です。壱岐の魅力を海外の方々に伝えるために海外のコスプレイヤーを活用しようと企画しました。壱岐市では今回撮影した写真を使い島の魅力を Facebook などで発信するほかポスターなどを制作し台湾での観光イベントで活用することにしています。壱岐最高。ブロガーを活用したインバウンド策はよく聞きますけれどコスプレイヤーを活用するというのは珍しいですよね。